山本陸さん、滋賀県立医科高校の2年生です。野球部でマネージャーをしています。先生こんにちは。OK です。脳性麻痺で体を思うように動かせませんけれど、少しずつできることを増やそうとしています。その力の源は、はい、みんなも苦しい練習乗り越えて試合頑張ってるから、自分も例えば苦手なこととか難しいことにチャレンジして頑張っていかないといけないなっていう。そう、両手つける月に 1,2 度のペースで行うリハビリを怠けて休むことはありません。もちろん痛みを伴いますが、今よりもっと野球部の役に立ちたい、その一心で励みます。ボールを握ることができるようになりました。こうした努力は選手たちにも良い影響を与えているようです。僕たちの知らないところで努力していて、陸に負けないように努力しようというふうに彼から学んだというか、陸がいてくれたからやっぱみんなも、まあ、いろんな面で笑顔になったりとかもありましたし、チームにとって、まあ、欠かせない存在。選手たちと脳性麻痺のマネージャーはお互いを励まし高め合いながら甲子園出場の夢を叶えようとしていました。部員34人が心一つにして挑む医科高野球部の日々です。自分の努力が無駄じゃなかったって見せたれ。滋賀県長浜市にある県立医科高校、全校生徒はおよそ300人です。2020年6月、新型コロナで中止していた練習が再開されました。高校2年生の山本陸さんは選手たちの力を借りてグラウンドにおります。助けてもらうことは多いですが、誰も嫌な顔はしません。ケースちょっと高くないですか？チーロー、チーロー、はい、ケースもう一個低いやつ。はい、はい、ありがとう。さあ行こうか。お願いします。体直してもらっていいかい？困ったことがあれば遠慮せず声をかけます。今では気の置けない仲間です。監督とは入部するとき一つ大切な約束をしました。別に特別扱いせずっていう、それがやっぱ彼との話の中での条件だったんで、僕はノックのペースは落としたくないので、はい、リクにもこの僕のペースについてきてやっていうことは言ってます。だから結構早めやな。はい、早いです。医科高野球部は2020年の選抜高校野球で21世紀枠の候補になりましたが、結局出場校には選ばれませんでした。目標は33年ぶりとなる夏の甲子園出場です。通学には電車を使い、
往復2時間ほどかかります。自宅近くの駅までは毎日母の里江さんが迎えに来てくれます。今日は体痛くてさ、うん、なんかちょっとあかんな、昨日から。昨日ちゃうで、3日前ぐらいだよ。めっちゃ痛かったからよ、うん、電車乗って帰れんと思ったもん。山本さんには姉と弟がいます。姉の海さんは大学4年生。地元の野球チームに入っている弟の空くんは小学6年生です。山本さんは本来なら高校3年生ですが、1年留年しています。暗記が苦手で、人の何倍もの努力が必要です。普通の子の倍とかやっても同じようには覚えられないと思います。本当にもう日々繰り返すっていうのはすごく、努力深いなって思います。生まれたのは2002年5月。体重は1800グラム。小さな赤ちゃんでした。半年経った時、検査で脳に異常が見つかります。小学校と中学校は特別支援学級に通い、友達はほとんどいませんでした。高校では友達を作りたいと、普通高校への進学を希望します。野球です。東邦高校。高校野球は小学生の頃から夢中になり、一時期野球の強豪校を目指しました。けれど受け入れ体制ができていないと学校見学すら断られたといいます。2018年今の高校に入学しました。ところが夢だった野球部への入部はなかなか言い出せなかったそうです。一番の理由は自分なんかが入って何ができる、何もできないんじゃないか、かつ部員の邪魔になるだけじゃないかと思い続けたのが、そのなかなか勇気が出せなかったきっかけです。野球部に入るきっかけを作ってくれたのは3年生でエースの早瀬和樹さんです。2人は1年生の時のクラスメイト。野球の話でよく盛り上がりました。で、障害があろうあるまいと別に関係ないと思ってたので、僕は野球が好きな人がマネージャーとかやってくれる方が、まあ、こっちも話しやすいですし、そっちの方がいいと思ったんで、別に抵抗とかは全然なかったですから。1年生の秋になって念願の野球部員に。とはいえ他の部員たちには少々戸惑いがあったようです。障害者っていうふうにはあんまり思いたくないんですけど、でも自分たちが当たる前にできることができなくて、最初はまあ、なんていうか一緒にできないメンバーと思ったんですけど、そこで部員たちはあることを始めます。明日はパッチ、明日は実践ちゃうで、こっち。お互いをより理解しようと、朝は学校の最寄り駅から一緒に通うようにしたのです。はい、始めます。え、お願いします。よし、次はどう？高校の試合、まもなく開始でございます。
この日の練習試合では大切な役割を任されました。担当したのはボールカウントのランプ。審判の動きをしっかり見てスイッチを切り替えます。野球に関わること自体も楽しいですけど、友達と一緒に野球ができることがまず一番楽しいです。マネージャーやっててしんどいこともありますけど、部員が助けてくれたり感謝の言葉を述べてくれたりするので楽しいです。憧れだった野球部のメンバーとなり、できることを少しずつ増やしてきました。でも練習を見ていると、自らの手でボールを投げバットを振りたいという思いが募ります。こうやって見てたら投げたいなって思ったりはするんですか？思いますね。投げられていいよなって。口にはしませんけど。自分の手でボールを投げたい、その願いを叶えてあげようと、3年生のマネージャーが1年ほど前から練習に付き合ってくれるようになりました。きれいきれいきれい。よくない？今の、今のめっちゃいい、めっちゃいいじゃん。はい、あら、いいや。周りが鋭かった、ごめんごめん。一番の目標はマウンドからキャッチャーに投げたいとは言ってるんですけど、やっぱりそれはちょっと遠すぎるなとは言ってて、自分で。でもそれの半分は絶対投げたいとは言ってます。新型コロナの影響で夏の甲子園は中止に。それに代わる県大会を目前にした2020年7月、チームは優勝を目指し練習に打ち込んでいました。体細胞は染色体2つ持ってる、うん、あ、2セットな、2セット、うん、同じやつ。そうそうそう。チームメイトがグラウンドで汗を流しているとき、山本さんは教室に残って勉強をしていました。県大会と定期テストが重なってしまい、練習に参加できません。教室を出てグラウンドに着いた頃には大半の練習が終わっている日が多くなりました。もう終わった練習。終わったよ。早い。何の練習してやったの？外野ノックと内野ノックしてた。外野ノックしたかったな。外野ノック30分くらいしかできてないけど、もしかしたら最後やったかもしれんのに。もう一個前、余裕がある時は前取れ。あとストップ。ストップ。ストップ。大切な県大会を前にして練習に参加できない悔しさが込み上げます。自分の中での寂しさを抑えることができなくて、それを隠すので一生懸命、やっぱり他のマネージャーよりはできない上に、やってもらうことが多いですし、なのにこんなに勉強で部活に遅く遅れて行っていいんだろうかっていう気持ちもあります。
部員たちには山本さんの辛い気持ちが痛いほど分かります。元気づけようとあるサプライズを考えていました。夏の甲子園をかけた地方大会が中止となり、代わりに開催される県大会の2日前、この日部員たちは準備していたサプライズを披露します。ただいまより始球式を行います。ピッチャーは山本美久君、ピッチャー山本君、背番号89。89嫌や先生、一気にしてくれなかった。母の里江さんも球場に招待されていました。サンキュー。ああ、飛ばんかった。実は山本さんも大切な県大会を前に部員たちに贈り物を用意していました。だから僕から、はい、頑張ってくれ。ありがとう。ファイズ、10番やったけど頑張れ。ありがとう。手渡したのはワッペン。みんなの心を一つにという思いを込めて一心と書きました。まあ、リクが書いてくれたこれもほんまに俺は泣きせえ。俺はリクにまた勝っている姿を一つ見せたいなと思うから、まあ、大会頑張りましょう。以上です。一緒に入学した3年生と共に戦う最後の県大会、一試合でも多くと願います。2020年8月、県大会初戦の日を迎えました。大丈夫か。山本さんは控えの選手たちと一緒にスタンドから声援を送ります。伊香高校は初回から2点をリードします。気がかりなのはエースの早瀬さんが不調で控えに回っていることです。そして迎えた5回、不安は的中します。ピッチャーが打ち込まれ一気に逆転を許します。おいおい、この流れマジで。7点差をつけられ迎えた8回裏、伊香高校の攻撃。ベンチスタートだったエースの早瀬さんが代打でバッターボックスに立ちます。早瀬、頼むぞ。すると期待に応えレフト前に打ち返しチャンスを広げます。声を枯らし力の限りスタンドから声援を送り続けますが、
優勝候補の一角に挙げられていたのに、初戦で姿を消すことになりました。思いもしていなかった敗戦でした。でもすごかったじゃん、お前ら。負けちったけど、負けるくせに勝ったもん。県大会が終われば、伝えるつもりでいた言葉があります。僕さ、2年半ぐらい野球できて楽しかったよ。みんなの前では泣かないと決めていましたけれど、部員たちと別れた途端、抑えていた感情があふれます。泣きたいだけ泣きや。悔しかった。みんなの前では泣けんかったか。分かれてやんの気持ち。悔しい。生まれて初めてこんな悔しいことだった。うわぁ。僕自身はわからないですけど、竹原くんとかに聞くと、陸がいてくれてよかったとか言ってくれたりもしますし、なので自分では分かんないですけど、友達に言ってもらえると、なんか、あ、僕いててよかったよな、ちゃんと役割果たせてたんかなとか考えたりしますね。夏の県大会から4ヶ月が過ぎ、この地域はまた雪が降り積もる季節を迎えていました。一緒に入学した3年生はチームを去り、新しいメンバーと甲子園を目指します。夢にまで見た野球部員として、みんなと心を一つに過ごす高校生活は、あと1年を残すだけになりました。そのすべてが山本さんにとって特別でかけがえのない時間です。去年なんてほとんど休みなかったからね。クリスマスもなかったですか。クリスマスもないって。そんなのないですね。今年もクリスマスは終わってないです。終わってないです、今回。クリスマス俺らは栗餅。